どうも、めちゃめちゃメスです。はい、ということでね、もうこの画角見て分かる通り、今日はガーシー、いや、なく、そうじゃなく、名詞。ということでね、暴露やっていきます。はい、もうこれはね、ちょっとね、大阪改正が今ね、ものすごいこう話題になって、今、このね、メッセ君もね、TikTok でもそうですし、やっぱ YouTube でもよくその改正のね、ちょっと話を聞かせてくれと、今ちょっとものすごい話題が僕に振り向いてると。ね、YouTube はそんなんですけど、まあ TikTok ではものすごい。ということでね、ちょっと話していきたいんですけど、今日はね、ちょっと野球部じゃなくてね、その大阪偕星のね、柔道部の話なんですけど、これはね、結構みんなに聞いてほしいんですよ。今ね、こう、大阪偕星、ものすごい、こう、なんか、犯罪がめっちゃ続いてるじゃないですか。もう今年入って、じゃ、去年か。もうこのほんま1年で、ざっと、俺が言えるだけでも、まず監督さんから、の財布から100万円抜いて、ほんで、それで、ウーバーイーツ頼んでたとか。ほんで、タバコとかも出ましたし、ほんで、まあ一番有名なので言えば、ホモ先生が、その生徒にセクハラで、口外さんように言っても、どんな神経やねんってね、もう っていうやつも、それがまあ一番有名な話で、ほんで、そのね、次、銀メダルに、まあこれはもうほぼ優勝なんですけど、まあ、GoTo トラベル詐欺みたいなんで、自分らの、まあ、恩師にあたるね、監督さんが、捕まってしまったと。ということでね、まあ、それは野球部だけの話なんですよ。ほんで、一般の方の大阪偕星でも、そのね、柔道部の、のぞきっていうのがものすごい事件になって出とって、それどういう内容やねんっていう、盗撮なんですよ。まあ、のぞきもそうなんです。なんかこう、穴開けて、ほんで、そっから、柔道部の男子部員が、柔道部って男子、女子、一緒にやるんですよ、柔道部って。だから女子もいるんですよ。ほんなら、穴から女子の着替えを多分盗撮したかなんかなんですよ。ほんで、それがバレたと。ほんで、その柔道部の、なんか関わりある方から、そういう話を詳しくね、聞かせてもらって、なんかその詳しく言うには、なんかその男子何人かでその女子のを盗撮したらしいんですよ。ほんで、それをもう女子は多分気づいて、ほんでその警察にもう訴えたかなんかで、訴えるかどうかをこう先生に相談したところ、まずそんなに大ごとにしてほしくはないと。そのね、柔道部の子も、まあ自分もしてますで、が してほしくないって言ったらしいんですよ。ほんで、じゃあもうせめてそのやったやつ、もう5人ぐらいでしたっけね、全員退学にしてくれと頼んだんですけど、退学になったのはその主犯格、もうやろうって言ったやつ1人で、他は停学で済んだらしいんですよ。ほんならもうそういう、まあ、自分のね、裸をこうね、こう、まあ、盗撮したやつだと、まあ、一緒に柔道をやるっていうのとか、まあ一緒の空間におるっていうのは、ものすごい多分女性からしたら、ものすごいもうストレスっていうか、もう気持ち悪いじゃないですか。これがもう逆でも多分嫌やと思うんですよ。もうほんまにね、自分もまあ、TikTok でも言いましたけど、まあ、ドスケベですよ。でもね、このね、ルールに、なんでしょう、こう、乗っ取ってないドスケベっていうのはほんまダメやと思います。もうほんまに。ほんま頭おかしいんかなって思います、ほんまに。ね。で、それで、こう、写真を撮られた女の子が、それやったら、もう学校に、多分これちょいちょい抜けてるかもしれないです。結構もう自分見ただけで、見てパッて覚えて喋ってるの、そんな暗記得意じゃないんで。ほんで、それで、先生に、もうその他のその4人が退学せえへんでやったら、もうちょっと、なんていうんですかね、学校に行けないと言ったらしいんですよ。ほんならそれは大げさや、みたいなのを、まあ、その顧問が言ったらしいんですよ。でもね、これマジで言わせてくださいね。なんかね、自分らのじ、あのー、授業も柔道ってあったんですよ。ほんで、なんかまあ、全然柔道っていうのはその体育館でやらんから、なんかちょっとこう楽しみで行くんですけど、結構その柔道部の先生はなんかもう、なんか熱いやつなんですよ、ほんまに。俺ら楽しみたいのに、柔道部じゃないのにめっちゃ柔道を語られるみたいな、ほんましょうもないやつなんですよ。もうお前聞いてもないのに。なんで柔道着は、この道着はなんか白やと思うみたいな。で、これはな、いつでもな、棺桶に入れるためや、みたいな。
いつでも死んでいいことや。誰が聞きたいね、そんな話。ね。っていうようなやつなんですよ。もうおかしいんですよ。全員柔道好きやと思ってるんです。ほんでね、そんなやつがね、こんなん言って。ほんならもう女子生徒はもうそんなもう、もう精神的にも多分来てます。正直。絶対来ると思うし。な、裸の写真撮られて。ほんで、それ、その部員がおるところと、お前この前許されへんぞ、みたいなんで、まだ柔道できるかって無理じゃないですか、高校生で。ほんで、その女の子が、まあ自主退学かなんかわかんないですけど、辞めたんですよ。もうこれもマジ、もう普通に、さらっとしておきないじゃないですか。ほんで、こっからがまた怖いんですよ。これはもうゾッとする話ですよ。もうそれでまたおいおい聞いたんですけど、なんかその送ってきてくれた情報によると、今そのね、やらかした、まあ、やらかした、盗撮した主犯じゃないその5人の、5人はもう定額で済んでるから、その後普通に進学してるんですよ。ほんでそのうちの一人が、今、警官目指してるらしいんですよ。もうこれも、これはもうめちゃくちゃ怖ないですか？もうこれはちょっとなんかもう、これで警察なれんねやったら、ほんまもう、めちゃくちゃ、なんかもう、それはもうなんか、ねえ、なんかめっちゃ嫌になります、ほんまに。なんかこの日本の社会が。なんやろな、これ例えで言うと。なんでしょう、これほんまに。もう、例えが思いつかんぐらいもうちょっとね、もう腹立ちがします。はい。もうほんまに。で、そういう事件があったと。だからね、もうこの大阪会社長も正直ちょっとこの隠蔽体質をもうやめてほしいんですよ。で、終わりと思ってるでしょ？ほんならね、その、またこれも聞いたんですけど、ある方からこう DM で聞いたんですけど、その、自分ら宿泊研修じゃないんです。まあ、宿泊研修みたいなのあるんですよ。なんかプチ林間みたいなところになんかその2クラスずつ泊まりに行くんですよ。その、ほんまなんか林間みたいなところに行って、ほんならね、そこで、覗きがあったというか盗撮があったらしいんですよ。まだそれはまあ普通のコースですよ。で、盗撮があってもやばいじゃないですか。ほんでも、ものすごい女子とかめっちゃ怒ってたらしいんですけど、急に5、6時間目か5時間目か多分どっちか俺のうろ覚えなんでちょっとしっかり記憶できてないんですけど5、6時間目かどっちかに校長先生から話がありますみたいなんで急に校長先生が入ってきてですよ。これ学校の話ですよ。これ GTO の話じゃないですよ。入ってきて今回の件はちょっと穏便に済ませてくださいって言ったらしいんですよ。これ怖ないですか？これ学校ですよ。これほんまにもうね、これが大阪会社の実態です。はい。そこの卒業生です。はい。最終学歴、大阪会社です。大阪商業大学中退です。はい。ということでね、もう、これはちょっと非常にもう自分はもう、なんかそういう男を、その盗撮したやつが何の罪も、なんていうんかな、与えられず、このまんまなんかいい思いってよりか普通に生活してると思ったら自分はそれはもうめちゃくちゃ気色悪いことです。もうこれをもしそのね柔道部の盗撮したやつが見たのならもう自分で自首するかそれかもう自殺してください。それじゃあお疲れ。